こんにちは、えー、2020年3月9日、えー、ウェーブ朝倉学校、えー、3月9日の後半です。脊、え、椎、ー、動物の分類の発展編をいたします。でえー、と高校や、まあ、その後な学ぶ内容をあのです、非常に面白い内容ですので、ぜひお聞きください。でまず、えー、前半の確認、えー、からいきましょう。 中学では脊椎、えっと、動物の分類を魚類、両生類、爬虫類、鳥類、哺乳類の5分類で学びます。で、えっと、魚類と両生類の妖精まであの水中に行って、両生類、まあ、つまりカエルの生態とかは陸上化していきますね。で、爬虫類、鳥類、哺乳類は完全に陸上化してるまあ、一部例外でその、まあ、見かけ上、水に戻ってるやつもいますけど、基本的には陸上化しております。さて、 それで、えっと、呼吸はあのー、水中ではエラですので、えー、魚類と両生類の妖精がエラ呼吸で、えー、陸上化してくると、あのー、基本的に肺呼吸です両、まあ、生類の、えー、カエルのは皮膚呼吸なんかもしております一部さて産み方はあのー、水中のやつは、えー、水の中に卵をみ落とすということで水中で発生できるんですが陸上化してきた爬虫類、鳥類哺乳類のグループは あの海と同じ水中と同じ環境を作るためにカラツミキ卵の中にその水を保ったり、まあ、赤ちゃんが包まれる形で生まれてくるという形をとりますさて体温については、えー、と爬虫類まではあの変温で冬眠することも多いんだけど鳥類と哺乳類は高温動物になってきたということですねさて、えー、と哺乳類については実はさっき強調しなかったけど哺乳 母乳で子育てをするってことこが重要なポイントですそれではあのこれらは全て脊椎動物は共通の祖先から進化してきたんですがその共通の祖先から進化してきた歴史が分かる話として尿の話をしますおしっこをどういう形で出すかという話ですねどういう成分を尿の中に出すかとで魚類と両生類の養成オタマジャクシは、えー、実は私たちの体でいろいろタンパクなどを、あのー、使いますと 尿、アンモニアが出るんですけど、そのアンモニアはそのまま捨ててます。アンモニアは毒性が、あの、高いんですが、えー、まあ、あの、よほど密集しないければ。広い海とか、川の中に、あの、拡散させれば大丈夫なんで、アンモニアを捨てます。一番簡単ですので。ところが、両生類の生態、変えると。 哺乳類になってくると実はえ、まあ、必ずしも周りに水がない世界で生きるわけですね、陸上で生きる、でそうするとアンモニア、あの水がない環境ですので、水を簡単に捨てちゃまずいということで、体内に水,水に溶け込んだ形で、老廃物を尿にする老廃物を蓄える必要がある。 でということでちょっと肝臓で尿素というものに変えて、えー、まあ尿素という水に溶けるものに変えて低毒性のものに変えて捨ててるのが、えー、カエル両生類生態と私たち哺乳類ですさて、えー、爬虫類と鳥類の場合にはさらに実は尿素でもまずいんですでなぜかというと殻付き卵の中で発生する時に 赤ちゃん肺というんですが赤ちゃんが、あのー、こう尿素たとえ低毒性であっても尿素というものが、えー、周りに溶け込んでしまうとあの濃縮されたとけ込みますので赤ちゃんを傷肺を傷つけてしまうよって、えー、水に溶けない尿酸というものにして水に溶けないものにして水に溶けなければ羊水の方にも。 赤ちゃんを取り巻く水にも来ませんので無毒な尿,尿酸にししてて排出ををいるという形を取りますで爬虫類鳥類の尿である尿酸なんて見たことないと思うかもしれないけどあの実は見たことあります鳩の糞の周りに鳩の糞と一般的に言ってますけど糞の中で、えー、茶色っぽい糞が糞でありましてあの周りの白っぽいのは実は尿なんですね。 あれが尿酸です。よって固体で水に溶けないという様子がよくわかると思うんですがそれを殻付き卵の中であの形で排出することによって、えー、殻付き卵の中で発生する、まあ、ひよこまで発生する肺を傷つけないという特徴を持ってますそういうふうに、まあ、こういうふうに進化してきてだんだんとアンモニア排出系から尿素排出系に変わり、まあ、このグループでは尿酸排出系になったわけですね。 でその進化の歴史を今でも実は面白いことに繰り返してるんですね。ニワトリの卵が発生するときにどういう窒素、あのこの尿を作っているかを調べたところ、発生の初期ではアンモニアを作っています。それがだんだんんと、 アアンモニアが多いんですねこのグラフでアンモニアが多いんですけどそれがだんだんと尿素に置き換わっていって最後に生まれる時には尿酸中心になっていくということでまるで進化の歴史をたどるように鶏の、えー、卵の中では、えー、この尿の成分の変化が起こっているさてその進化の歴史をたどることができるもう一つの証拠としてあの骨がありますえでえっと 原子両生類の前足はあの最初に陸上進出した両生類の前足は上腕と下腕と手根骨という,、まあ、こう3つの骨構造になっています実はこれ人間と一緒ですね人間も上腕と下腕と手根骨というか、まあ、この3つの構造になっていますけどそれが実は最初に陸上進出した両生類の骨の形のまま、まあ、指の本数とか微妙なところは変わりますけどこの骨格は変わらないんですねでそれが実は陸上化した 原生の爬虫類あ、両生類、それから爬虫類も同じです。それから少し変化した環境に住んでいる鳥の翼、これは前足から由来したんですけどの、中の骨、食べ物では手羽,で手羽先で確認できると思うんですけど、これ、あと哺乳類の前足、人以外の哺乳類の前足、それからコウモリの翼、これも前足が変化したものですで。クジラのムラビレこれも まあ陸上化した哺乳類がまた海に戻ったやつですけど実は内部の骨格は一緒なんですねあの祖先が一緒だから内部の骨格は一緒であるその形が似てるという器官のことを言言ってます創動機関と言っててまますすさてそれでは、えっと、共通祖先からあの哺乳類じゃ脊椎動物のグループが分かれてきたという流れの中で、えっと、ちょっとあのまあ 他のいろんな、例えばタコやイカの仲間とか昆虫の仲間とかとの分岐点を遡るとさらに面白いことがあるんですが今日はあの脊椎動物背骨がある動物への進化の歴史をたどるためにちょっと簡単な話をしますと地球の歴史は46億年ですけど5.4億年前の時にカンブヤ家の大爆発っ何いうのがあったんですね。 海の中で生物の種類が爆発的に増えたという意味です。でその中いろんな種類が生まれた中にピカイアというグループあの、まあ、生き物がいましたこのピカイアっていうのはまあナメクジみたいなやつがうう海を泳いでたと考えていただいていいんですけどこのピカイアっていうのはあの背中のところに石柵というゴム状の、えー、ゴムのような紐を持ってたんですねでこの石膜という紐をくねくねとくれなせて泳いでたと。 このピカイアの子孫が私たち脊椎背骨を持った動物ですねただこれまだ脊椎と言ってるのが脊索と言ってるところに注目してくださいでこの脊索のグループ脊索を持ってゴム紐で泳いでいたグループがさらにその並行してもう一つ脊椎背骨を作ったんですねその脊索グループにさらに脊椎を作ったやつが脊椎動物です脊椎動物は 中学ではあの先ほど言ったように魚類両生類爬虫類鳥類哺乳類の5グループと言うんですが実は一つ手前に高校だと無学類顎がない仲がての顎という意味で無学類という仲間がありますでこれは八つ目うなぎという仲間がいますうなぎじゃないですよ八つ目うなぎ8つ,8つの目があるように見えるので八つ目うなぎになるこの目,目のように見えるのに実は 一つだけが目で残り7つはエラの穴なんですけど8つ目があるように見えるから八つ目を投げていってますでこれ実は魚類ではなくて無角類顎がない仲間という別のグループなんですねで顎がないというのはこの先端見てくださいあの魚って顎を持ってますね噛み砕くためのそれ顎がないんです他の魚のに張り付いて、えー、体液を吸って生きてる丸い口なんで円ん類という別のもあります で,でもこれはあの背骨持ってるんですよ、脊椎を持ってるという脊索と同様に、あ脊索に並行して脊椎も作ったというのが特徴でありまして、高校に行くと魚類の手前に無額類を入れるということを知っておいてください。さてそれでは えっと、生物の進化の歴史を地球の歴史と重ね合わせて分類するのは地質時代と言ってます、まあ最近この,地質,時代の地質時代の中のさらに細区分にチバニアンという、まあ、千葉に由来した細区分が、まあ、こ,れこれよりもさらに細区分の話ですけど加わるという話になりましたがあの、まあえー、大雑把に言うと地球の歴史生物を基本にした地球の歴史は4区分さえ出ます。 46億億年年から億年前がセンカンブリアこのなくて単細胞生物とか海の総理なんかが多かったさてその次5.4億年前に先ほどスカンブリア爆発が、えー、あって生物の種類が増えて、えー、この時代は古生代と言ってますで主には陸上化したシダとか、まあ、あのまだ陸上化してないけど魚類そしてその一部が陸上化した両生類が繁栄した時代ですね古生代でその後中生代 裸、えー、植物は爬虫類の時代になりましてこれが実は恐竜の時代ですね、えー、中世代そして、えー、隕石が0 6億6 5 0 0億年前に衝突して新世代今の時代筆植物と哺乳類の時代になりましたでこの、えっと、そうするとまあイメージとしても中世代というのは恐竜の時代で爬虫類が繁栄して今 恐竜が隕石で絶滅して哺乳類の時代になってきたというイメージはあると思うんですが爬虫類と哺乳類というのは実はあのいつも平存してるんですね平存っていうのは一緒に、えっと、あの生きているんですこの地球生態系の中で一緒に生きておりますでその爬虫類と哺乳類の関係をそのちょっとご説明をしておきたいと思います の爬虫類と哺乳類の関係が一番あこれだ、えー、っとよく、えーままあ、これをこうちょっと詳しくまとめたのがこの図なんですけどまず注目してほしいのはこう葉膜類という言葉なんですね。で葉膜類というのは羊膜というものを持っていると葉膜というのは何かというと赤ちゃん、はい、あのさ,っき赤さっきから赤ちゃん赤ちゃんって言ってますけど実,実際皆さんがまあ まあ、見る赤ちゃんはもうお母さんの中からで出,たものが赤出た子供もが赤ちゃんですね。で、そのお母さんの中にいる段階とか、あるいはニワトリや、えーまあえー、鳥類や爬虫類が殻付き卵のいる段階のことを正確に灰といってます。で、その赤ちゃんに将来なる肺が羊、えー、膜というものに包まれているのが羊膜類です。で爬虫類と 鳥類と哺乳類は、爬虫類と鳥類はさらにそ,その外側に殻があると、で哺乳類の場合にはその外側に胎盤があるという違いはあるんですが、あのその水の中に肺があるんですね。でその肺肺を包む膜のことを葉膜と言ってます。あ葉あ、えー、膜のことを葉膜って言ってその水のことを葉水って言ってます。 で葉膜を持ち、葉水の中に肺を育てているという点は共通ですので、爬虫類鳥類、哺乳類のグループ、陸上化したグループですね、この陸上化したグループを、高校では、葉膜類というようにしています。で、実は、それに対する対立がは、無葉膜類で、水中でまだ葉膜を持たないグループが、無学類と魚類と両生類ということになりますね。爬虫類鳥類、哺乳類は、葉膜類という共通点があります。 さてその羊膜類の中は、えっと、古生代の石炭期に羊、まあえー、膜類の中で分岐が起こったんです。でその分岐は無球類、早球類、短球類というふうに分かれた。で無球類の仲間はカメ、まあ、になりました。今でもカメとして生きてます。でた,んただこののの無球類の仲間は、まあ、あの実は実 これから述べる早球類とあんまり本質的に差がないということが後に分かってきたので今日はちょっと無視します。でそうしますと早球類と短丘類があの主なグループです。早球類のグループから実はまず恐竜グループが生まれこの恐竜が絶滅したけどその一部のグループが生き残ったやつが実は鳥類です。であとその早球類の中で、えー、と恐竜にならなかったグループが 実は、えー、今の原生の爬虫類ですね、えー、有人類と呼われるトカゲやヘビやワニ、えー、という仲間が早丘類から分岐しま早丘類の子孫ですねで一方炭丘類は何になったかというと弓という炭丘弓と書きますけどこれは実は哺乳類です哺乳類哺乳類ですねで、えー、哺乳類になったとじゃそのまあ大雑把に言うと早丘類が鳥類と類 えー、爬虫類になり炭球類があの哺乳類になったとじゃあその早球類炭球類っていうのは何がどう違うかと言いますとまずその名前の由来なんですがこれがその名前の由来ですでちょっとこれあのあんまり美しくないというかまあ私がちょっと、えー、急いで書いたんであんまり美しい絵じゃないですけどこれが頭の骨の様子です頭の骨の様子です で早丘類、炭丘類の違いは、この、ここが目が入ってる穴ですね、目が入ってる目の穴です、これはちょっとちっちゃい目だけど、目の穴です。で、目の穴の背後に、えー、穴があるんですね、でこれあの、国立科学博物館がまた4月に、まあ、復活して開いたら、ぜ、え、ひ、ー、恐竜の模型、頭骨の模型と、哺乳類の頭骨の模型を比較してみるといいと思うんですが、えー、目の穴の後ろに穴が開いてるんですけど、これが2つの穴のやつが、 で一つのやつが短距離でこの9って何を意味するかというとこの穴のことではなくてこの穴の後ろのここですこ,のこれが弓に見えるでこれが弓が二つなんで早距離でこっち弓が一つなんで短距離ということになりますでこの穴は実はこの下あごとかあご関節あごの関節を動かすためのまあ筋肉がこの穴を起点にくっついてたりするんですねでこれが非常に、えー 側頭層というんですけどその側頭層の後ろの弓状のものが2つか1つかということで短球類さてもう一つ違いがありまして、えー、実は早球類はこの下顎と上顎ですねあ上顎と下顎の根元にまた別個の骨が結構いくつか組み合わさってるんです。で一方、えー 哺乳類になった炭球類はこれがシンプルに上あごと下あごだけなんですねさてでここに実は進化の,あの変化の特徴が、えー、一つあるんですねでこれから言う話はあのー、えっと一つのその爬虫類送球類というのは爬虫類グループですね爬虫類鳥類グループ、えー、まあ炭球類というのが哺乳類グループでこれが今生き方が違うとで、えー、その やりあのということとこれから言う特徴が、まあ、あの一致しているので、えー、多分こういうことでこういう現象が起こったんだと言われているんですけど、まあ、進化ってのは歴史というのは、えーまあ、実際に誰も見たわけじゃないのですので状況証拠的な話ですので絶対そうだと言い切れないとは思うんですけど非常に面白い、えー、あの説明がありますので、えー、お聞きいただければと思います。で実は このもともと早急類グループが主流で、まあ、それからその短丘類グループが分岐してきたと考えていただいていいんですけどこの早急類グループ今の八耳類とかになったグループにはこの根元の顎の根元に別の骨があったとこれがこれ単純に上顎と下顎の骨を組み合わせてここの根元にあった骨は余らせたんですねでこの余らせたものを今何として使っているかというと自小骨です自小骨。 自傷骨は何かとと、いうとこれですあの。皆さんの耳はその外から鼓膜まで入ってくる外耳耳たぶがあって外耳ですねそして中耳があって内耳この内耳に渦巻き管というところで音を聞いてるんですが中耳のところに土骨絹田骨あぶみ骨という3つの骨があって私の声も今皆さん聞いてると思うんですがこの外耳の鼓膜に入ってこれは鼓膜ですね鼓膜の振動をこの3つの骨で増幅させて この渦巻き館に伝えて音を聞いてるんですで、ということは単球類は実は双球類のところの顎の根元の骨を転用して自小骨に使ったんですねこれは何かということなんですが実はえトカゲとか爬虫類ってトカゲですねワニもそうですけどちょっとトカゲとかワニの姿をもう一回確認しておきましょうか トカゲはどこだったったけトカゲは分かると思うんですがえっと比較的まあ当然この耳という構造は脳の近くに持ってますので耳の構造があるんですけど耳の音をどうやって聞いてるかというと実はそのこの顎とかその頭の骨が結構地面に近いんですね。ということは実は地べたに張り付いて地べたの振動を、えー あの振動を骨の振動として受け取って、えー、音を聞いてるこの骨道と言いますこ、えー、骨を導くと書いて骨道と言ってます骨骨を通じて、えー、音の振動が伝わってくるとところが哺乳類グループというのはだんだんと速く走るために足を地面から離しました地べたにあのは,はいつくばってる感じじゃないですねだんだん足を離したんですねそして 特に霊長類というこの哺乳類の中で私たちの祖先となるグループは木の,木の上に登っちゃったりしましたので地面から相当離れるんですそうすると骨動その地面の振動で音を聞くことができなかったそうするとやはり音波がその空気を通じて飛んでくる音波を感じるしかなかったんですねでその時にこの自小骨ということで音波を増幅できる音を増幅できるというのが非常にあの有効だったんです。 この軌道空気を通じて音が伝わってくると軌道って言ったんですが今私たちは実は軌道を中心に音を聞いてるんですねただ骨道も聞いてますよくあの自分の声と自分の、えっと、自分が例えば今発している声と録音して聞いた声が違うというのは自分の声は自分の骨の振動も えー、合わせて実は聴いてるわけで骨胴も合わせて聴いてるわけですけど、えー、録音した音は軌道だけになりますので同じ自分の声でも違って聞こえるというのがこの原理でだか,だから人間だって今でも骨胴を使ってる部分はあるんですねただ軌道を中心に哺乳類は動かして、えーまあ、変化していったでその軌道を中心に変化する時にこの余らした哺乳を転用したというのが、えー、非常に進化の絶妙な 過程、まあ、であったんではないかということが言われてましてこのように進化の歴史とかを学ぶと非常に面白いですので是非興味持ってみてください。はい、ということで、えー、発展編ですね、えー、まあだから重要なのはあのやはり爬虫類鳥類哺乳類グループは、まあ、中学ではいろんな分岐点を学びますので、えー、と分岐点がいろいろ 論点によってあるんですけどやっぱりこの分岐点が大きいということですね。爬虫類、鳥類、哺乳類グループのよよマク類か無羊膜類かという分岐点が多い大きいということで、えー、まあそう思いください。えー、っとそれではまた明日はあのーえー、明日はあれですね 偶数日ですので、数学に戻りまして、約数、倍数、素因数の話をします。はい、それでは、また明日ということで、最後、顔をお見せして、じゃあ、また明日ということで、よろしくお願いします。ご清聴ありがとうございました。